宮城県宮城第一高等学校は、宮城県仙台市青葉区八幡田一丁目にある県立高等学校である。通称は、宮市あるいは、宮城一校、または、女子校時代の校名を取った、かずめ。明治時代に高等女学校として設立されて以来、平成に至るまで女子校であったが、2008年度から男女教学となり、旧称の、 宮城県第一女子高等学校から解消された。旧制の高等女学校以来の伝統を持ち、いわゆるナンバースクールの一員である。理数科が設置されており、2002年度から4年間は、スーパーサイエンスハイスクールの指定校となっていた。教学構えは、全国でも珍しい公立の私服女子高校であった。全国高等学校クイズ選手権の2番目、当時女子校として、 初の優勝校でもある。いわゆるに学生の時期、数目の理数化は、宮城県内の高等学校の中では、入学難易度が高く、居住地に関係なく、仙台県はもとより、宮城県全域から受験でき、定員が少ないため、毎年の入試では購買率となっていた。運動部陸上競技部、ソフトテニス部女子テニス部男子テニス部新体操部。 バスケットボール部バドミントン部弓道部剣道部、山岳部バレーボール部女子サッカー部男子サッカー部、水泳部ソフトボール部ハンドボール部、卓球部文化部文学部語学部演劇部、数学部理科部生物部地学部合唱部美術部写真部、ジャズダンス部ギター部管弦楽部総局部書道部、漫画文化研究部軽音楽部、放送部稼働部,稼働部作動部囲碁部競技カルタ部と多,多数の同好会。 愛好会あり宮城県第一女子高等学校に関するカテゴリー、ありがとうございます。